リスボンのベンチのそばで僕らは寄り添い一晩過ごした。次の日の母ちゃんは荷物をまとめて実家に帰って暮らすことを決めた。じいちゃんとばあちゃんとおじさんがいる小さな家で肩身の狭い思いもしたんだろう。父ちゃんの口癖は父ちゃんからお金をもらってきなさい。母ちゃんの口癖はうるせえ。